ベルリンフィルハーモニー管弦楽団。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団。ドイツ語、ベルリーナーフィルハーモニカーは、ドイツベルリンのフィルハーモニー、ベルリネールフィルハーモニーベルリーナーフィルハーモニーに、本拠を置くオーケストラである。正式な略称は、BBH であるが、かつては、ベルリネールフィルハーモニショスオーケスターという名称も、併用していたため、口述、BPO と略されることがある。 日本で定着しているベルリンフィルハーモニー管弦楽団はこのベルリネールフィルハーモニショスオーケスターのわけである。設立は1882年5月1日でベンヤミン・ビルゼが監督するオーケストラから脱退したメンバー54人が母体となり6人のメンバーを加えて自主運営楽団として発足した。団員の平均年齢が30歳未満という若い 人中心のオーケストラであった。最初の定期演奏会は1882年10月23日、フランツベルナーの式で行われた。1884年には、ヨハネス・ブラームスが自作の公共曲第3番を指揮し、ピアノ競争曲第1番を弾いた。またドボルジャークも自作の式を行った。1887年に、ヘルマン・ボルフが、 ハンス・フォン・ビューローを招き、以後、ベルリン・フィルは、急速に成長し、この数年の間に、ハンス・リヒター、フェリックス・ワインガルトナー、リヒャルト・シュトラウス、グスタフ・マーラー、ヨハネス・ブラームス、エドバルド・グリーグらが、式台に立っている。1895年に、アルットル・ニキシュが、常任指揮者に就任。1895年12月13日には、マーラーが、自身の公共記 第2番、復活の初めの三楽章の初演を指揮した。1922年1月23日に、ミキシュが亡くなると、ビルヘルム・フルト・ベングラーが次の常任指揮者に就任し、ヨーロッパ各地で演奏活動を行った。フルト・ベングラーは、ナチスの制作を芸術家の立場から批判、ヒンデミット事件、メンデルスゾーンを演奏会で取り上げたり、 ユダヤ人演奏会の援助に尽力した。ベルリンフィルは、第二次世界大戦中も停電、空襲が頻発する中活動を続けた。この間の演奏会の多くは、ラジオ放送用にテープレコーダーで収録されていたので、60年以上経った現在でも聴くことができる。有名なものとしては、フルトベングラー式によるベートーベンの公共曲第3番、第5番、第6番、第7番、 第9番や、ブルックナーの公共曲第5番、第9番、エトビン、フィッシャーのピアノによるブラームスのピアノ競争曲、第2番がある。放送局では、ステレオ録音も行っていたが、ベルリンフィルの演奏は、今のところ確認されていない。1944年1月には、旧フィルハーモニーが爆撃で消失し、以後、ベルリン国立歌劇場。 アドミラルパラストと会場を移しながら演奏会を行う。フルトベングラーは1945年2月にスイスに亡命したが、ベルリンフィルはベルリン陥落の2週間前まで演奏会を行っていた。戦後、フルトベングラーは日が近い裁判にかけられることになり、その終了まで指揮活動を禁止されたため、オーケストラはレオボル・ヒャルトの下で活動を続けたが、 1945年8月23日に、ボルヒャルトが、米軍兵士の誤射により、不慮の死を遂げた。それを継いだのは、セルジュ・チェリビダッケで、チェリビダッケは若年ながら再起ふれる式で、同学団を導く一方、フルト・ベングラーの無罪獲得にも、死力を尽くした。その回もあり、フルト・ベングラーは1947年の5月末に、歴史的復帰演奏会で、 ベルリンフィルと再会し、1954年11月に亡くなるまで指揮を続けた。演奏会は、ティタニア、パラスと映画館を改修したもので、原存が主な会場であった。フルトベングラーとベルリンフィルのレコードは、戦前の SP 録音や、前述の戦時中ライブ録音、ブラームスの公共曲、シューベルトの公共曲第8、9、バン、グレート、1951年、 シューマンの公共曲第4番、1953年、等のスタジオ録音、戦後の歴史的復帰演奏会をはじめとする放送曲による演奏会のライブ録音が有名である。フルトベングラー以外でも、クナッパーツブッシュや、フリッチャイなどの放送曲音源が多数発掘され、CD 化されている。フルトベングラーの死後、常任指揮者には、 セルジュ・チェリビダッケが就任すると思われていたが、フルト・ベングラーの生前からリハーサルにおいて過度な要求をする彼と楽団との間には亀が生じていた。1955年の初のアメリカ公演にはヘルベルト・フォンカライアンが同行し、自身が47歳の誕生日を迎えた4月5日に就寝上指揮者となった。チェリビダッケはベルリンフィル復興の功績による除訓当日、 翌日説もあるを最後にベルリンフィルと決別し、カラヤンの生前は決してベルリンフィルを指揮しなかった。カラヤン氏後、バイツゼッカー大統領要請という形で裁晩年に指揮したが、本人曰く練習不足により低音パートの一部が一学説ずれるという失態を演じている。カラヤンは学団員の国際化を進めるほか、精力的に録音活動を行った。 カラヤンイコールベルリンフィルの録音は膨大な数に上る。1963年に現在の本拠地であるフィルハーモニーが完成し、落成記念演奏会は10月15日に行われた。1967年、カラヤンが創設したザルツブルク復活祭音楽祭では、ベルリンフィルがオーケストラピットに入って演奏するようになった。またカラヤンは楽団の質を高めるため、 楽団員による、小編成の室内楽の活動も奨励し、いくつもの演奏団が生まれた。カラヤン時代には、カール・ベームによる、モーツァルト公共曲全集、オイゲン・ヨッフムによる、ブルックナー公共曲全集、一部バイエルン放送公共楽団、ラファエル・クーベリックによる、ドボルザーク公共曲全集など、カラヤン以外の指揮者とも重要な録音が残された。 就任以来四半世紀にわたりカラヤンの黄金時代が続いたが、いわゆるザビーネ・マイヤー事件以降は溝が深まり、死去直前の1989年4月に辞任した。カラヤンの公認の選出にあたっては、学団員が自分たちで常任指揮者を選ぶ方式となった。これはベルリンフィル特有のもので、1989年に初めて導入され、 ベルリン市内で行われる非公開の会議は、その方法になぞらえて、音楽界のコンクラーベとも呼ばれ、各種報道等においても、この比喩が用いられる。カラヤン以降は、同方式によって、主席指揮者が選ばれている。9代目の常任指揮者を決める、楽団員投票では、クラウディオ・アバドが有力な対抗馬で、半ば、当選確実とも一部で囁かれていたロリン・マゼールを、 破って選ばれ、1990年に就任した。破れたマゼールはショックで1999年までの9年間、ベルリンフィルと決別した。アバドは人気全般でレパートリーを広げることに尽力したが、自身の健康面の問題で2002年のシーズン、限りで辞任。公認の最大有力候補は、サイモン・ラトルとダニエル・バレンボイムの二人だったが、学団員による投票により、ラトルが、 常任指揮者に選ばれた。ラトルはベルリンフィルを政府から完全に独立させた。2018年で退任するラトルの後継指揮者が2015年に選考され、当初はクリスティアン・ティーレマンやアンドリス・ネルソンスも候補に上がっていたが、最終的にキリル・ペトレンコに決定。2019年8月19日より主席指揮者、音楽監督に就任する。 60.70年代のオーケストラの世界ランキングでは、カラヤンが西ドイツからの潤沢な資金を利用して、一流の奏者をかき集め、独裁的な運営で、少なくとも技術的には、世界最高の水準とトップクラーの知名度を誇った。西ベルリンのオーケストラであったベルリンフィルは、西ベルリン、西ドイツ、そして西側の広告等的存在でもあった。ドイツ統一後は、 資金的な特別扱いはなくなり、良い奏者も各地の放送公共楽団や教授などの教職活動などに分散するようになり、かつてのような隔絶した存在ではないと言われるが、音楽大国の首都を代表するオーケストラとして、依然人気は高い。2008年のドクグラム本誌による世界オーケストラランキングでは2位、同年の日本、レコード芸術誌のランキング、2010年の日本、 モーストリークラシック誌のランキングでは共に1位である。3種とも、ウィーンフィル、コンセルトヘボーカントベスト3を占めており、この3社の上位は戦後の定番である。1957年、カラヤンに引き入られて初来日。以来、数年おきに来日している。日本で圧倒的人気を誇ったカラヤンが長くシェフを務めていたため、来日もこのコンビによることが多かった。 カラヤン時代に結成された前日の室内楽団たちもそれぞれ幾多の日本公演を重ねている。カラヤン没後も現在に至るまで高い人気を保っており一例として2009年から開始された映像配信事業デジタルコンサートホールへのアクセス数が最も多い国ドイツ本国を除く和比である。同サイトは2010年11月には独語 英語に次ぐ三番目の言語として日本、五感全対応が施された。日本人の団員は、これまでに数名在籍している。1959年から2001年まで、ビオラ奏者の土屋邦夫が、初の日本人団員として加入していた。1977年に入団した安永徹は、1983年から2009年3月まで、日本人としては、 初めて第一コンサートマスターを務めた。2009年6月、橋本大臣が第一コンサートマスターに内定し、2010年12月、正式に就任した。他に、第一バイオリンに町田後とは、第二バイオリンに伊藤マレーネ、ビオラの主席に清水直子が在籍している。また、1978年から1981年までの3年間、 トロンボーンの神谷聡氏が契約団員として在籍していた。このような日本との深いつながりを背景に2011年の東日本大震災発生時にはラトルと団員が被災者に向け語ったメッセージ VTR をいち早く公開するとともに地震発生5日後の3月16日から行われたコンサートベルナルトハイティンク式でプログラムの一部を 急遽差し替えて、ビトルトルトスワフスキの、創造のための音楽を演奏し、日本に捧げた。さらに3月29日には、日本の2つの高校の吹奏楽部が予定していた、ベルリン公演がキャンセルされ、ベルリンフィルハーモニーに、秋が出たことから、同じく、ベルリンを本拠地とするシュターツカペレ・ベルリンと共に、ラトルト・ダニエル・バレンボイムの指揮のもと、異例の合同チャリティコンサートが行われた。 2002年まで当団体はベルリネールフィルハーモニショスオーケスターとベルリネールフィルハーモニッカーという二つの名前を持っていた。これは以下の事情による。かつて当団体はベルリン市文化局に属する市営のオーケストラであったが、同時に自主工業団体共通の楽団員で構成される別組織として独立の演奏活動も行っていた。このように、 当団体は二つの顔を持っており、両者の活動を明確に区別する必要があった。そこで、市営オーケストラとして演奏会を行う際は、ベルリネールフィルハーモニショスオーケスター、自主工業団体としてレコーディング等を行う場合は、ベルリネールフィルハーモニッカーというように名称を使い分けていた。2003年に当団体は、独立法人化され、 CA オーケストラではなくなった。このため名前を使い分ける必要がなくなり、ベルリネールフィルハーモニッカーに名称が統一された。1948年12月31日に、創始。翌1月1日のウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートと共に、全世界に中継される。開始後数年間は大晦日、ジルベスター・アーベントと元日を行ったり戻ったり、 していたが、1954年から大晦日に、ほぼ定着。カラヤンの初登場は1958年からである。1978年からは12月30日に、同じ内容の青少年向けのコンサート、有限とコンサートも開かれるようになった。曲目は、ニューイヤーコンサートとは違い、ポピュラーな商品や有名曲をメインとしたものであったが、 アバドが音楽監督に就任してからは、毎年何かしらのテーマを持たせ、それに沿った選曲が行われるようになった。ラトル時代になって、最初の2回は、アメリカのポピュラーなナンバーを並べた選曲だったが、3回目からは、路線が変わり、オルフのカルミナ・ブラーナを取り上げた。以降も、モーツァルト、リヒャルト・シュトラウスなどオーソドックスな曲目を取り上げている。 ベルリンコの憩いの場である公園、バルトビューネにある野外音楽堂で、毎年6月の最終日曜日に開かれる野外コンサート。テーマを決めて、商品で構成される。コンサートの最後には、定番のアンコールピースとして、パウルリン家作曲の、ベルリンの風が演奏される。ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでの、ラデツキー更新曲に相当するが、2万人を集めての、 野外演奏会ということもあり、手拍子だけでなく先行花火、指笛など大きな盛り上がりを見せる。カラヤンナキアとアバドを音楽監督に迎えた1991年から、ベルリンフィルの創立記念日である5月1日を記念して、ヨーロッパ各地の歴史的な建築物やホールで開かれているコンサート。ベルリンフィルデジタルコンサートホールとは、チェロ奏者であり、 メディア部門代表のオラフマニンガー氏による発案により2009年により開始された映像配信ポータルサイトである。同年1月6日より中継を開始した。また、2010年11月より日本語版サイトが完成し、検索機能なども日本語で利用が可能となった。略称として DCH と呼ばれることもある。ベルリンフィルハーモニーで行われる 年間約30回のライブ中継をリアルタイムで最大 1080p の画質で見ることができる。また生中継の数日後には全ての演奏会がアーカイブコーナーにアップされ24時間いつでもオンリーマンド再生することも可能。その他にも全ての演奏会にはハイライト映像と出演演奏家によるインタビューに無料が付加されており、またスペシャルコーナーでは ベルリンフィルの教育プロジェクト未来ベルリンフィルやベルリンフィル関連の映画アバド時代の公演映像も視聴が可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。